ゲフィルテフィッシュの一つの形ゲフィルテフィッシュというのは、ユダヤ教徒の伝統的な魚料理の一つで、詰め物を押した魚のイダが、魚肉のミートボールやつみれのような形に調理されることが多い。東欧系ユダヤ人には、馴染みの深い料理であり、安息美の魚料理の定番でもある。魚肉をすり身にし、調味料を加えて練ってから、団子状に成形して、玉ねぎや人参と共に茹でる。 この時、すり身を完全な魚の元の形の中に詰めることがあるので、イディッシュ語でゴフィルタという名で呼ばれている。取っておいた魚の皮ですり身を包むこともある。フレインというホースラーディッシュと甘酢のソースやテーブルビートを添えて供する。安息日との関係は、安息日には労働をしてはならないというユダヤ教の習慣に由来する。この労働には魚の骨を取ったり、 火を扱う行為が含まれるため、安息日に食べる魚料理には、骨があってはならず、安息日が始まる前までに調理を済ませなくてはならない。このため、ゲフィルテフィッシュは、普通冷たいまま、もしくは室温で食べる料理である。ゲフィルテフィッシュは、ドイツ系や、オーストリア・ハンガリー系ユダヤ人の間ではやや、甘口だったり、ポーランド系、ウクライナ系、ロシア系のユダヤ人の間では塩や、 胡椒味で食べることがある。伝統的には、鯉やカワカマス、シロマスのような値段の安い魚がよくゲフィルテフィッシュに、される。しかし、最近はタラなど他の白身魚を使ったり、サケやマスのようなピンク色の身の魚も使ったりと、バリエーションが出てきている。詰め物をすることをロシア語では、ファルシローバチという。外部リンクの日本語ページには、カワカマスの詰め物がある。 ありがとうございます。